皆さん、こんにちは。洋変天目、もがみあきらです。えー、私はあ、およそまあ4、5年前から、このツイッター今は X というんでしょうかね、アカウントで活動してまいりました。たくさんの情報がございますので、この際、皆様にご紹介いたします。えー、本日は、見極めの3番としまして、反門の合体騎乗。1回目は、 反紋は気泡によって発生して大きくなるものだと二回目については聖火堂のものは千円、えー、のものはおよそ少ないということをご案内いたしましたそして本日ですね反、えー、紋の発生は気泡が寄与しておりましてそれが出続けることによって拡大し隣同士の反紋が 接触するとそして、えー、合体していく、まあ、その一連のですね過程が稲葉天目で見ることができますので今日はご案内いたしましょう、えー、およそ2個から3個そういったものが今ご覧いただいていると思うんですけれども合体していると分かりやすいですよね、えー、この稲葉天目というのは 繁文が発生しし、まあ、熟成てていくその過程だと私は思っております。国宝3はございますけれどもその中間に位置する稲葉天目においてはこの2個3個のまあ合体の様子が見られるとそして中の気泡もですね、まあ、それぞれ反文の中心にまあ位置づけられているということですよね。この特徴的な、 大きくなった反紋1個の反紋の中にかつて2個の反紋だったという気泡根の名残があるわけですよね。ですから気泡が始めとなって2個3個というふうに合体したとしても気泡が残っている場合があると。ご覧いいいただいている赤丸のところですね青丸がこれが重要でありまして。 発生しその後発展拡大していくわけですね拡大とともに隣の反門をまあくっつけるっていうのではなくてこの圧迫していくというのがこの青丸の中なんですねおよそ挟まれた反門はおそらくあの拡大発展が止まったものでしょうその横から発展する拡大する 半門が大きくなってそして挟み込んでですねこういったような形になっているとえ黄色い丸が、まあ、よく見られるそして赤い丸と青い丸がですね特徴的だということでございますえこちらはあ藤田美術館の水戸天目と言われるものですねえこちらは先ほど言った聖火、えー、動画熟成の過程 となればこれはもう熟成しきってこれから消えていこうとしている、まあ、そんな姿に私は見えますね。えこちらもまあだるまさんみたいな無限大のマークのようなですねえ半文同士がくっついてそして、えー、2個分大きくなっているようなものも見られますね。まあ、こうして、えー、大きくなってそして育っていく。 そして輪郭がとにかく薄いですよねこの藤田美術館のものはやがて消えていくのではないかと私は想像しているわけですねそして反門の中の基本根もうっすらとしてほとんどこの写真では見えておりません、はい、最後に未発達まあようやくその反門が出てきたというのがこの良好院のですね、えー 曜変天目だと私は思っておりまして。あ、3種類の要変に。まあ、その活性とそして終焉とまあ、そういう時間の流れを見ているところでございます。はい、本日もありがとうございました。